IC チップを壊さずに動作中の消費電力、放射電磁波などを測定して機密情報を取り出す攻撃手法。正解はサイドチャネル攻撃になります。ウェブ検索サイトの順位付けアルゴリズムを悪用して検索結果の上位に悪意のあるウェブサイトを意図的に表示させる攻撃。正解は SEO ポイズニングになります。データベースと連携したウェブアプリケーションの問い合わせ命令文の組み立て方法に問題があるとき、ウェブアプリケーションへ宛てた要求に悪意を持って細工された SQL 文を埋め込まれてしまうと、データベースを不正に操作されてしまう問題。正解は SQL インジェクションになります。外部からの攻撃によりウェブサーバーの OS コマンド不正に実行されてしまう問題。正解は OS コマンドインジェクションになります。攻撃者に任意のファイルを指定され、ウェブアプリケーションが意図しない処理を行ってしまう問題。正解はディレクトリートラバーサルになります。ソフトウェアやハードウェアの脆弱性を利用するために作成されたプログラム。正解はエクスプロイトコードになります。悪意のある人にログイン中の利用者のセッション ID を不正に取得され、その利用者になりすます攻撃。正解はセッションハイジャックになります。悪意のある人があらかじめ用意したセッション ID を何らかの方法で利用者に送り込み、利用者がそれに気づかずにパスワードを入力するなどしてログインすると起こりうる問題を利用した攻撃。正解はセッション ID 固定化攻撃、またはセッションフィクセーション攻撃になります。掲示板などのウェブページに悪意のあるスクリプトを埋め込み、そのスクリプトを実行させることによって情報を摂取したりする攻撃。正解はクロスサイトスクリプティングになります。利用者が正規のサイトにログインしている状態で罠サイトのリンクをクリックした場合、正規のサイトに対して設定変更や強制投稿などの利用者の意図しないリクエストを送信できてしまう問題。正解はクロスサイトリクエストフォージェリーになります。または CSRF とも言います。任意のレスポンスヘッダーフィールドやレスポンスボディを作成する罠が仕掛けられ、この罠を踏んだ利用者のブラウザーで偽のページが表示されたり、スクリプトが実行されたり、任意のクッキーを保存させられたりする問題。正解は HTTP ヘッダーインジェクションになります。メールフォームの実装の脆弱性を利用し、管理者が設定していないメールの宛先に迷惑メールを送信できる問題。正解はメールヘッダーインジェクションになります。配布するプログラムにデジタル署名を施すことで、配布元の認証と第三者による改ざんを検出する技術。正解はコードサイニングになります。ウェブページに隠蔽偽装したリンクやボタンを設置して、サイト訪問者を視覚的に騙してクリックさせるなど、意図しない操作をするよう誘導させる手法。正解はクリックジャッキングになります。データの一時記憶領域に想定以上の長さのデータが入力されて、異常終了や予期しないコードが実行される可能性がある問題。正解はバッファーオーバーフローになります。金融機関などを装った電子メールを送り、住所、氏名やクレジットカード番号などの個人情報を盗む行為。正解はフィッシングになります。
自分自身で攻撃プログラムを作成するほど高度な知識がないものが、すでに公開されているツールや攻撃手法を使って不正アクセスやマルウェアを送りつける攻撃者の総称。正解はスクリプトキティになります。情報処理関連に関する高度な知識を持つ人。正解はハッカーになります。技術を正しく使うものがホワイトハッカーで、技術を悪いことに使うものがブラックハッカーになります。そしてブラックハッカーの別名で高度な知識を悪用するもの。正解はクラッカーになります。情報技術を利用し、宗教的または政治的な目標を達成するという目的を持つものや組織の総称。正解はハクティビストになります。